ハンス・ STR、メートル・ハンス・ストロムは、ノルウェーの司祭、博物学者である。現在のオーレスンに生まれた。聖職者の家系に育った。自然好きで絵を描くことを好んだ。15歳で、父親が死に、コッペンハーゲン大学で進学を学び、1745年に聖職者の資格を得た。裕福な母親の住む家に戻り、 父親の残した書籍で勉強を続けるが、父親の公認の司祭の説得で1750年にボルダの司祭になった。15年ほどボルダで働いた後、ホックスンドで司祭として18年間働いた。説教は好まなかったが、人々に関心を持ち、良い司祭であった。牧師として、地教区を広く旅し、地域の科学的な記録や人々の生活の記録を、 残した。1752年に、エリック・ポントピダンの著書、ノルウェーの自然史の最初の試みの書簡が、刊行されると、著作に興味を持ち、ストロムも、ノルウェーのベルゲン教区のベイラウィック・ SNDM、R の科学、経済学的、記述2巻を1762年と1766年に、表した。ポントピダンの著作が二次的な情報によるものであるのに、対して、 自らの見聞による記録であることが評価されている。第1巻は自作の地図とともに記述され、動植物の科学的記述や農作物の栽培方法や家畜の飼育法や漁業の記述が含まれている。1740年代から1760年代の人々の衣服や方言、日々の食事や結婚や出生、葬儀などの記録も含まれている。第1巻は、 弟によって、スウェーデンの博物学者、リンネに贈られ、高く評価された。1784年にもアイッカー教区に関する著書を出版した。弟から顕微鏡を贈られ、科学的な好奇心が高まり、優れた図版を載せた50以上の論文を執筆した。多く、昆虫や苔に関するもので、昆虫の種を記載し、昆虫の生活史を研究した。 著書のノルウェーの動物はヨハン・エルンツとグンネルスのノルウェーの植物とタイとなることを意識されている。112種の苔の種に関する記載のうち70は初めて記載されたものである。カイアシ類やアッキガイカのニューケララッポラスなどの詳細な記述もいった。ノルウェー王立学術院の設立者の一人であり、1779年に スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。STR メートルは植物の学名で命名者を示す場合にハンスストロムを示すのに使われる。ありがとうございます。